昔々あるお寺に和尚さんと小坊主がいました。この小坊主はいつも元気いっぱいで、あちこち遊びに行くのが大好きでした。そんな小坊主にはどうしても行ってみたいところがありました。それはお寺から少し離れた甘くて美味しい栗がたくさん拾えるという噂の山でした。しかしこの山には怖い怖い山んばが出ると言われており、和尚さんも絶対に行かせてはくれませんでした。和尚さん、ほら、どうしても栗拾いにあの山に行きたい。ダメじゃ、あの山には山んばが出ると言っておるじゃろうが。でも行きたい行きたい、山んばなんて怖くないやい。お願い、行かしてよ。どうしても行くと言って聞かない小坊主に、和尚さんは、そうか、まあお前もたまには怖い思いをしてみてもいいかもしれんな、と言うと3枚のお札をくれました。いいか小坊主、もし山んばに会ってしまったらこのお札を使うといい。そして必ず暗くなる前に帰ってくるんじゃぞ。栗拾いに行ってもいいと言われた小坊主は3枚のお札を嬉しそうにもらい、栗拾いに出かけました。山に着くと、そこにはたくさんの栗が落ちていました。うわー、美味しそうな栗がこんなにたくさん。よし、全部拾ってやるぞ。そう言って小坊主は、時間も忘れて、夢中で栗をいっぱい拾いました。そして、そうしているうちに、いつの間にか山は暗くなってしまいました。いっけねー、お嬢さんに暗くなる前に帰ってこいって言われてたのに、すっかり忘れてた。急いで帰ろうとしましたが、山は真っ暗で道もわからなくなってしまいました。すると、おやおや、こんな遅くにこんなところで何してるんだい。どこから現れたのか、一人のおばあちゃんが話しかけてきました。ほら、栗拾いに来たんだけど、暗くなってしまって、帰り道がわからなくなってるんです。そうか、そうか。それは困ったね。こんなところにいると危ないから、わしの家に泊まって、明日明るくなってから帰るといい。おばあちゃんは小坊主に優しくそう言いました。小坊主は少し怖かったのですが、暗い山で迷子にならないようにおばあちゃんの家に泊めてもらうことにしました。おばあちゃんは家に着くと、小坊主が拾った栗を大きな鍋でいっぱい焼いてくれました。どの栗も大きくて美味しそうです。美味しそう。小坊主はお腹もとても空いていたので、栗が焼けるともぐ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 食べました。むにょむにょ、これはうまい。にょん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 。あっという間に鍋の中にあったたくさんの栗は空っぽになり、あー、お腹いっぱい。小坊主はお腹いっぱいになり、そのまま横になると、ぐーぐーと大きないびきをかいて眠ってしまいました。その夜、シュッ不思議な音で小坊主は目が覚めました。シュッシュッ、その音は障子の向こうから聞こえています。シュッシュッ、小坊主は恐る恐る障子を少し開けて、その音がする部屋を覗きました。シュッシュッ、障子の向こうで誰かが何かをしています。小坊主はじーっと何をしているのか見つめました。すると、なんと、怖い顔をした山んばが、包丁がよく切れるように研いでいたのです。そして、山んばの周りには、たくさんの人の骨が散らかっていました。山んばだ！小坊主は怖くなって、思わず声を出してしまいました。ん？小坊主、起きたか。ひひひひひひ、本当に美味しそうな小坊主だね。そう言って山んばは小坊主の方に近づいてきました。
小坊主は、ヤマンバに食べられないように、早くここから逃げなきゃと考えました。そして、ほら、トイレに行きたいと言いました。ところがヤマンバは、イヒヒヒヒヒ、そんなこと言って逃げる気じゃろ。ダメじゃ、我慢するんじゃ。と、トイレに行かせてくれません。無理だよ、漏れちゃうよ。トイレに行きたいよ。小坊主がしつこく言うのでヤマンバは、わかった、うるさいの。それならこの縄で、お前を縛って行かせるとしよう。と言って、小坊主を縄で縛ってトイレに行かせました。トイレに行く途中で、小坊主は一生懸命、どうやってヤマンバから逃げようか考えました。どうしよう、このままだとヤマンバに食べられちゃう。こんな時に王将さんがいたらなぁ。あ、そうだ、これがあった。小坊主は、お嬢さんにもらったお札のことを思い出しました。そしてお札に、お願いします。オラの代わりになってください。とお願いをして、お札を貼った木に、ヤマンバの縄を縛り付けました。そんなことなんか知らないヤマンバは、おい小僧、おしっこまだか。と、縄を引っ張りながら声をかけました。すると、もう少しで終わるから待ってよ。なんと、お札が小坊主の声で返事をしたのです。おいおい、まだか。もう終わったじゃろ。ヤマンバは何回も小坊主に話しかけましたが、お札は何回も、あとちょっと、あと少し、と答えました。ところが、待ちきれなくなったヤマンバが、遅い、まだか、とトイレを開けると、そこには小坊主はいませんでした。小坊主め、逃げたな。小坊主が逃げたことを知ったヤマンバは、カンカンに怒り、すぐに小坊主を追いかけました。小坊主、待て。ヤマンバの足の速いこと、すぐに小坊主に追いつきました。わあ、もう追いつかれた。どうしよう。よし、今度は。小坊主はまたお札を取り出すと、川よ、出ろーと叫びました。すると大きな川が出て、ヤマンバに流れていきました。あーりー、ヤマンバは川に流されてしまいました。と思ったのですが、ごくごく、ごくごく。なんと、ヤマンバは川の水を飲み始めました。こんな川なんかへっちゃらじゃ。ごくごく、ごくごく。そして、ヤマンバは川の水を飲み干すと、小坊主待て。また小坊主を追いかけました。あの川に流されなかったの？どうしよう。火の川よ、出ろ。小坊主はまたお札を取り出すと、火の川が出るようにお願いをしました。すると、大きな火の川がヤマンバに向かって流れていきました。あちー！こうして、ヤマンバは火の川で燃えてしまいました。と思ったのですが、ザバー！なんと、今度はさっき飲み込んだ川の水で火を消し出しました。こんな火なんかへっちゃらじゃ。ザバー！そして、ヤマンバは火を消し終えると、小坊主待て。また小坊主を追いかけました。でも、お嬢さんのいるお寺まではもう少し。お寺まで、もう少し、逃げろー。小坊主は後ろも見ずに一生懸命走りました。そして、お嬢さん、やっとの思いでお寺に着き、お嬢さん、ヤマンバだ、ヤマンバが来たよ、とヤマンバに追いかけられていることを話しました。ところがお嬢さんは、そうか、じゃがそれはお前がわしとの約束を守らずに遅くまで栗拾いしてたからじゃろ、
約束も守らんやつのことは知らん。わしは今から餅を焼いて食べるから忙しいんじゃ。と話を聞いてくれません。小坊主は泣きながら、お嬢さん、ごめんなさい。これから絶対約束は守るから、頼むから助けておくれよ。と頼みました。するとお嬢さんは、そうかそうか、約束じゃぞ。なら、隣の部屋に隠れておれ。と、小坊主を隣の部屋に隠しました。そしてすぐに、バターン！おいよしょ、ここにうまそうな小坊主が来たじゃろ。と、ヤマンバが入ってきました。知らんの。わしは今餅を食べてるんじゃ。忙しいから帰れ。嘘をつくな、おしょ。わしはどんなこともできるヤマンバじゃぞ。嘘をつくなら、先にお前を食ってしまうぞ。ところが、お嬢さんは怖がることもなく、はあ、どんなこともできるんじゃな？うん、うん。それなら、この部屋いっぱいに大きくはなれるかの？と、ヤマンバに聞きました。するとヤマンバは、そんなの簡単じゃ。そう言って、とっても大きくなりました。ほう、大したもんじゃ。じゃが、この餅よりも小さくなるのは無理じゃろ？すると今度は、そんなの簡単じゃ。ヤマンバは小さくなり、お餅よりも小さくなってしまいました。すると、お嬢さんは餅を持つと、よっこらせ、パク。なんと、ヤマンバをお餅に挟んで食べてしまいました。お嬢さんが、ヤマンバ食べた！小坊主はあまりにびっくりして、目と口を大きく開けてお嬢さんを見ていました。あまり美味しくはないの。これからというもの、このお寺の近くの山では、ヤマンバを見ることはなくなり、小坊主もお嬢さんの約束を守って、いつまでも元気に暮らしましたとさ。おしまい。世界中を紙芝居で笑顔に、紙芝居師のタカチャです。僕の紙芝居を見てくださってありがとうございます。今日のお話は3枚のお札でした。皆さんどうでしたか？楽しんでいただけましたか？感想などよかったらコメント欄にお願いします。高評価やチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。